ビクター・マニュエル・ザンブラーノは、ベネズエラ・ミランダ州、グアイカイプロシロステケス出身の元プロ野球選手。ウトウミギウチ。1993年8月19日、アマチュアフリーエージェントで、ニューヨーク・ヤンキースと内野手として契約したが、1994年と1995年の2年間で二塁手、遊撃手として77試合に出場し、打率は、 206の成績に終わった。1996年2月7日に放出された。その後、タンパベーデビルレイズと投手としてオファーをもらい、投手の経験が全くなかったが、最後のチャンスと思い、同年3月14日契約した。2001年6月21日のレッドソックス戦でメジャーデビューを果たし、その後、リリーフで36試合に登板した。 2002年8月5日に初めて先発で登板し、以後シーズン終了までに11試合先発登板した。2003年に球団史上歴代2位となる12勝を挙げ、シーズン終了時に通算26勝で球団最多大記録となったが、106死球、20死球、10冒頭を記録し、この3部門でリーグ1位となった。2004年には、 日本での開幕投手を任され、勝ち投手となり球団記録を更新した。2004年7月30日に、ニューヨークメッツのスコット・カズミアーらとのトレードでメッツへ移籍。トレード後に、カズミアーが脱三振をするなど活躍し、メッツ史上、ノーラン・ライアンを放出したトレードと、並び最悪のトレードとも言われている。ザンブラーのは移籍後、8月17日までに3試合に、 登板したが、8月19日に故障者リスト入りでシーズンを終えた。2005年は規定投球回以上を投げた。2006年開幕前の3月に第1回 WBC のベネズエラ代表に選出された。シーズンでは5月15日にトミー・ジョン手術を受けシーズンを終え、5試合にしか登板できなかった。2007年1月30日に トロントブルージェイズと契約したが、8試合に登板し、防御率10.97の成績で、球団は7月9日に解雇した。2007年8月10日にピッツバーグパイレーツと契約した。2007年9月9日にボルチモアオリオールズが獲得。その後5試合に登板し、防御率9.49と不審だった。2008年は、 ニューヨークヤンキースとコロラドロッキーズのマイナーチームに所属。2009年開幕前の3月に第2回 WBC のベネズエラ代表に選出された。シーズンでは台湾中華職業棒玉大連盟のラニューベアーズでプレーした。2009年のシーズン途中にメキシカンリーグのモンテレイ・サルタンズと契約を結び16試合に登板した。オフに退団した。 2010年は、チワワドラドスで8試合に登板した。球団は、この年限りで解散となった。とてもコンパクトな腕の振りで打者を減惑する。ピンチでは集中力を失う傾向があり、走者への牽制は上手ではない。球種は91から92マイルのストレートと、スライダー、サークルチェンジ。速球は、とても重く、右打者の手元へ食い込むように沈ませて投げるが、 この球でストライクを取るのが苦手なこともあり、先発へ転向する大きな要因となった。スライダーの変化はとても鋭く、球離れの位置を変えることで曲がりの大きさと変化を調整し、打者の手元で変化させている。サークルチェンジはとてもキレがあり、時々スプリッターに見えるほど沈む。ありがとうございます。